こんにちは、こんばんは、TK です。今回取り上げる本は F さんの著書、20代で得た知見です。本書は F さんが20代のうちに得た様々な知見を唯一無二の表現を持って読者に届けてくれる内容となっております。著者の F さんは YouTuber として有名な方で、就活、金融、時事ネタに関する情報をエンタメ形式で届けてくれるチャンネルを運営しております。以前 F さんのチャンネルのおすすめ動画をまとめましたので、よろしければそちらもご覧ください。はい、まずこの本の魅力についてお伝えしますね。結論から言うと、意味不明な表現が多いのが本書の魅力です。20代で得た知見っていうタイトルを見ると、なんだか有益な情報を教えてくれるような本に見えますよね。僕も分かりやすく有益な情報を得られるという思いを持って本書を手に取ったのですが、いい意味で期待は裏切られましたね。 F さん独特のセンスがあふれる表現で様々な知見が語られていまして、それ分かるなぁと思うものもあるのですが、結構な頻度でこれは何を伝えたいのだろうと疑問が浮かんでしまいます。例えばですね、以下のような文章があります。料理ができる人って人を幸福で殴り倒せるということです。はい、分かりやすく伝える気が一切ないのが分かりますね。こんな感じの文章がですね、本書には散りばめられています。しかしよく分からないからこそ心に突き刺さる知見もあって、読めば読むほど本の魔力に引き込まれていく感覚になります。読み手によって心に残るページが全く異なることは間違いなくて、本を読んだ人同士で本書について語り合うのも面白いかと思います。また本書に載っている知見は F さん自身が体験した物事が軸になっていることもあれば、他人から聞いた話が軸になっているケースもあります。 F さんは20代の人生は忘れがたい断片にいくら出会い心を動かされたかで決まるという思いを持っておりまして、その思いを満たすために知り合った数百人の人に、20代のうちに知っておいた方がいいことは何ですかと聞いたそうです。つまり本書は F さんとあらゆる人間の断片をかき集めたカオスな一冊となっており、結果的に唯一無二の世界観をまとった内容に仕上がっています。今回はそんな本書の中から僕の心に突き刺さった言葉をいくつか抜粋してご紹介します。もし本書を持っている方がいましたら、自分はこの言葉が好きですとコメントで教えてもらえると嬉しいです。はい、まず F さんの思いを理解するのに必要な知見をお教えしますね。いい本とは何だろう。何度も読み返すに値する本です。ではそんな本には何があるか。謎が、意味不明がある本だと思う。その余白があるからこそ、年齢状況によって理解が変わる本だと思う。はい、この言葉僕はものすごく共感できましたし、 F さんの人間性も表していると感じました。誰が見ても同じように分かりやすく理解できる本ももちろん需要はあると思います。むしろお金や健康といった生活に根ざしたジャンルでは分かりやすさが鍵です。 F さんは YouTube で生活に根ざしたお話を解説されることがありますが、それらの動画はめちゃくちゃ分かりやすく作られています。ただ生活に根ざしたジャンルではない大多数のものは意味不明さが残っていないといけません。意味不明さが残っている例を挙げるとするならば、千と千尋の神隠しが分かりやすいと思います。あなたも一度は千と千尋の神隠しを見たことがあると思いますが、よくよく考えてみると意味不明さが残る要素がたくさん散りばめられています。物語の序盤で父親がトンネルを見て、なんだモルタル製かというのですが、物語の終盤ではなぜかトンネルは石造りに変わっています。また白は千尋と昔に出会っていたような描写が見受けられるのですが、詳しいことは謎に包まれたままエンディングを迎えます。このように腑に落ちない点があってモヤモヤするのですが、だからこそ長期にわたって人々の心に残り続ける作品になったのだと思います。逆に全ての描写の意図が明確に説明されたら、なんかそれって絶対にしらけちゃいますよね。少しくらい意味不明さを残す方がいいのです。次にご紹介したいのは、性分は直すのではなく引き受けるという知見です。誰しもが調子の良くない日があるし、誰しもが至らない点を抱えている。でもそういうダメと言える部分を無理に直そうとするなという主張を意味しています。具体的には以下のような記述があります。めんどくさがりな性分を直すより、何についてなら徹底的に手は抜かないか決めてしまう方がリソースを特化しやすい。どうすればもっと楽にことを運べるかに特化して考えると、自分のためではなく他人のためにもなる。欠点は欠点ではないのです。はい、この主張僕はかなり共感できたんですよね。人間なら誰しもが絶対にコンプレックスと言えるものを抱いていますよね。人見知りな性格を直したいとか、頑張れない性格を直したいとか、頑張って勉強しても点数が取れない頭をどうにかしたいとか、いろんなコンプレックスが世の中には散らばっています。
ただこういったコンプレックスって生まれ持った人間性に根ざしていることも多くて、ちょっとやそっとじゃ直せないし、むしろ一生かかっても直しきれないのが普通だと思います。ちなみに僕は大人数で雑談するのがめっちゃ苦手なんですけど、この苦手意識を払拭できる気がしないんですよね。これは努力不足とかそういう話ではなくて、僕の本心が大人数で雑談することを拒否している感覚です。こんな人間なので、就活の時にやらされたグループディスカッションは本当にダメで、うまくいったことは一度もありません。こういう部分を直そうと思ったことなんて無数にあるんですけど、マジで無理でした。会社の飲み会とかもマジで地獄でしたね。したがってこういう場合は F さんがおっしゃるように、その性分を引き受けるのがベストだと思っています。大人数の雑談ができないのであれば、大人数で雑談するような環境にあまり身を置かなければいいだけです。そういった選択を取ることで人生の幅は狭まるかもしれませんが、性分は選べるものではありません。だから潔く引き受けるのも手だと思います。それにこういったコンプレックスとも言える性分を抱えている人って自分だけじゃないんですよね。必ず世界のどこかで自分と同じような性分を抱えている人はいるはずです。だから誰しもが自分はこういう性分を抱えているとか、その性分を持っているならこういう行動を取ると楽になるよという声を上げることで他人のためにもなれるのです。どんな場所でも構いません。SNS でもいいですし、身近な狭いコミュニティでもいいです。自分の性分を定期的に発散してください。そしてそんな性分を持った自分を受け止めてくれる人がいたら、その人のことを大事にしてください。きっと親友になれます。次にご紹介したいのは、逃げてもそれは追ってくる、社会人3年目の一教訓としてという知見です。この知見の中に含まれているそれとは、本当に自分がやりたかったことを意味しています。では以上を踏まえて本書からある文章を抜粋してご紹介します。本当はやりたかったこと、それから目を背けることは一度ならずあるものです。しかしそれは必ず自分の背中を追ってくる。なかったことにしてもなかったことにはならない。いよいよそれに追いつかれそうになった時、きちんと振り返りそれと戦わねばならない。はい、あなたも必ず一度は本当にやりたいことに目を背けて違う道を選択した経験があると思います。もちろんそういう判断を否定はしません。何でもかんでも自分の思いを優先するのは現実的ではないと思います。ただその目を背けた現実ってずっと自分の気持ちに引っかかり続けるので、無視することができないんですよね。実際に F さんのご友人はコンサルの仕事をして高い給料をもらっていたにもかかわらず、教師への思いがどうしても捨てきれず、コンサルを辞めて教師にその方は転職したそうです。そこは不良ばかりいる中学校なので、客観的に見て環境も給料も間違いなく低下しています。でもそのご友人はコンサルで働いていた時より生きている実感を味わっているのだと思います。ただ F さんのご友人のように今の環境をまるっきり変えなくても OK です。スモールスタートでもいいので、本当にやりたかったことに手を出してみてください。ちっちゃくても不器用でも大丈夫です。本当にやりたかったことから目を背けないこと、その事実が性を実感するのに重要な要素なのだと僕は思います。最後にご紹介したいのは、悲しいと切ないと寂しいの違いという知見です。この知見には F さんの繊細な思いが存分に現れており、読んでいると心が落ち着くから好きです。では具体的な記述を本書から抜粋してご紹介します。悲しいでも切ないでも寂しいでも表現できない青色の感情がある。あれは一体何と呼ぶべきなのだろう。私はそんな話が人としたい。そんな青い話をするのが大人ではないなら、私は一生大人になれなくてよい。はい、青色の感情というのが具体的にどんな感情を意味しているのか僕には全く分かりません。唯一分かるのはポジティブな感情ではないということだけです。ただ冒頭でも述べましたが、この意味不明さが心地いいんですよね。そしてこういう理解されにくい思いって誰でも持っていますし、理解されにくい思いを大事にしている人ってすごく素敵です。何でもかんでも明確にしなくてもいい。意味不明さを持っている方が人間として魅力がある。そんな思いを抱かせてくれる素敵な知見、僕は胸に大事にしまっておこうと思います。はい、今回の解説は以上となります。なお今回解説したのは本書の一部分であり、まだまだ紹介できていない部分はたくさんあります。興味を持った方はぜひ本書を手に取って読んでみてください。実際に手に取って読んでみることで唯一無二の世界に没頭できます。ではこの動画は以上となります。ご清聴ありがとうございました。またお会いしましょう。